早朝からの配信なんですけれども、おはようございます。ありがとうございます、来てくださって。おはよう。編集師さん頑張るよ。なんかどんな感じになるのかわからないんですけど、そう、おはようございます。ハートありがとう、ハートの決まり、ありがとうございます。おはよう。おはよう。昨日までね、イベントで、そう、イベントでした。皆さん本当にありがとうございました。たくさんの応援とても嬉しかったです。おはようございます、ありがとうございました。おはようございます、イベントありがとう。本当に皆さんのおかげです。バイバイショイバンザイバイショイバンザイ、ね、なかなかねすごいゆっくりは休めなかったですけど、またね、ちょっと体の安眠を取りたいと思います。またひさゆずきさん、ありがとうございます。おはようございます。うん、今からね東京に行ってきます。プライベートジェットで。おはようございます、ドピだけ。うん、ありがとうございます。ぜひもしよろしければこれからもよろしくお願いいたします。応援ありがとう。おはようございます。いいやろ。おはようございます。うん、クロールでめちゃめちゃ大変ですね。最高、最高、空港で見たことある。やだな、それ私のよ。おはようございます。いえいえいえ、こちらこそ本当にありがとうございました。イベントとても楽しかったですね。命大事にっていう風にずっと言ってたんですけど、やっぱりね皆さんにすごく3位という素敵な順位をいただいていましたので、そう、最後はやっぱりついついちょっと欲が出てしまいました。すいません、すいません。おはようございます。そう、今回のイベントは1位2位3位になったなって、必ず1位が選ばれるわけではないので、そうなんですよ、3位まで残るの誰かっていう風になっていますので、ちょっとねナピちゃんも選ばれるかもしれないから、ちょっとナピちゃん頑張る。おはようございます。精液負けるよ。おはよう。面接すらなかったらねどうしよう。
ね、それはあれかもね。うん、なんか ポーズみたいなのとってあのみたいなそういう系なのかもしれないし、どんな感じなんだろう。私ですか。私はあの自分が姉です。妹がいます。はい、おはようございます。おおこです。ありがとうございます。ねえ、誰が選ばれるでしょうか。おはよう。まさふみさん嬉しい。初めて。やった。楽しみにしてる。あ、どういう感じになるんでしょうね。あのコラボカフェ。この話をしていいのかしら。なんかお話し会っていう感じでもないし、スペシャルイベントみたいな感じでもなく、なんかのびちゃんがゲストとして来るみたいな感じのイメージなのかな。ちょっとよくわからないんだよね。そもそもちゃんとみんなに会えるのかな。 Did you eat breakfast? Yes? No. No. あれれれ、おはようございます。ライブ15号連さん、ありがとうございます。うん、美しい、かわいい、嬉しい。そうなのかな。スイーツ楽しみですね。おはようございます。こっちのいい声よかった。なんかね、ケーキね、私も今どういう風になるのか実際問題、あの最終的な形がわからない状態なので、ちょっと不安がたくさんなんですけど、そう、まあ、でもだね、うん、大人の事情とかもあったりするんだよねでもね、仕方ないんですけど、そういうのは今日オープンしてからちょっとお話ししようかなっていうふうに思っております。あ、皆さん、私のスイーツのおすすめポイント1、バニラアイスがあるんですけど、そのバニラアイスや、ケーキはコーヒーを一緒に頼んでいただけるとありがたいなというふうに思っております。なぜならばですね、コーヒーを甘いものに飲んだらちょうどいい感じの、あのお口直しになるんですね。そうで、コーヒーが苦手な方はあのバニラアイスと一緒に食べて飲んでいただけると、あの程よい甘さの感じになるんじゃないかなっていうふうに思っております。すごい、おーこさん、ありがとうございます。たくさんのハートシャワーありがとう。ありがとう。嬉しい、ありがとうございます。クリさんもありがとうございます。頑張る。ありがとう。うん。ねえ、ハヤトさんのファンもの。方とかもね、集合しそうですね。そうね、楽しみです。自分でもどういう形に出来上がったのか。他の患者にはね、もうね、最終形態が分かっている状態なので、そう、全ての最終形態が分かってるんですよ。あの、あと連絡が来てないっていう
ちょっと見てみます。うん、話してみたい。あ、隼人さんってね、ありかもしれない。うん、ありでしょ。そんな出なかったの、ありがとうございます。もう偉いじゃないの。でもちゃんと睡眠時間を取りなさいね。あのドリップコーヒーっていう風にはオーダーしてるんですけど、真ん中にちょっと小さいね、あのマシュマロがね乗ってる予定なので、ちょっとほらなんかほろっと甘い部分もあったりとかするし、苦いのが苦手な方はあの私のスイーツと一緒に食べていただいたら、とてもいい良い甘さになってるんじゃないかなっていう風に思っております。なっちゃんでも飲めそうな気もしました。あとのようなオピちゃんはね、実は苦いものが全く効果なしなんですよね。そう、センブリちゃんもね結構ねいけちゃうタイプでした。だから罰ゲーム、あの夏の瀬戸内ツアーの時に罰ゲームモルクだけ買えるわって言われましたもんねそう、センブリちゃんが強くて、そうなんか「え、おいしい!」って言ってたからそう、それで、ね、苦みに強いっていうので、多分アイスとか生クリームとかと一緒になると結構コーヒーも甘くなるんじゃないかなっていうふうに思ってます。でそう、甘いのが苦手な方もなんか、まあ、ついつい食べてコーヒーそのまま直で飲んでみたいな、ちょっとねそれの繰り返しでお口直しもできるんじゃないかなっていうふうに思っております。あのどちらの方々もね、そう良い感じで楽しめますので、よろしくお願いいたします。ぜひ頼んでみてね。美味しいよ、多分絶対トピが考えたものだから。うん、みんながなってると思った。確かにインナーコーヒーってなるとね、明日の僕の太陽公演もお待ちしております。よろしくお願いします。あとね28日も合ってるよ。あと昨日解禁されました、5月の6日皆さん肉フェス出演します。イエーイ、解禁されましたね、昨日情報が。ありがとうございます、本当に嬉しいです。皆さんお申し込みよろしくお願いいたします。お待ちしております。あの本当にでも嬉しい嬉しい嬉しいですそれでは歌って終わりたいと思います。おはようございます。ねえ、ちょっと楽しみですね、どういうになるか。肉フェス出てみたかったので嬉しいです。桜みんなで食べた満開の花びら。
かれて一人キャッチして桜みんなで食べた手のひら花びらさよならがつぶやいて思い出と一緒にゆっくり飲んだら涙でいすとセーター担当の喜びいただきます。東京上野駅前店のドレミアウトレット店にて、スイーツ本日から、コラボ開始いたしますので、ぜひナピのスイーツを食べに来てね。2月の10日から2月18日までです。よろしくお願いいたします。では行きます。すでにマスターさんありがとうございます。グッズコンビニさんかもさんありがとう。イルブデンズペットさんありがとうございます。トシキさんありがとう。ナイフィズベリさんありがとうございます。シーズアリスさんって聞いています。セブン、チャーハンディショップさんありがとうございます。ウラブさんありがとうございます。間違えてました。シーズキさんありがとうございます。ウラブさんありがとう。カナメのアピさんありがとうございます。ありがとう。びしょ濡れカルネみたいな。さくらさんありがとうございます。セカンドスベリーさんありがとう。コンゴンさんありがとうございます。おめでとう。ありがとう。つくらみんなで食べた満開の花びら遥かで枯れて一枚キャッチして全部食べてしまおう。悲しみ水口の中広がる桜の香りたち全部食べてしまおう。大切な記憶も何も言わないよ。私たちの秘密ゆっくり飲み込んでやがて散ってしまったら恋青春。